富山県の黒部峡谷で雄大な山の景色を肌で感じることができるトロッコ電車が営業を再開しました。トロッコ列車の魅力は何といってもこの開放感。今の時期少し肌寒いんですが、迫りくる自然は大迫力です。黒部峡谷鉄道のトロッコ電車は雪のため冬の間休業していましたが、宇奈月駅から猫俣駅までの12キロが今日部分開通しました。初めて乗ったんで、なんか風景が見れて楽しい。朝早くから親子連れなどが乗り込み、日本一深い V 字状の峡谷の様子をカメラに収めるなどして楽しんでいました。欅平駅までの全線開通は来月3日の予定です。